それでは赤ちゃんのお洋服から脱がせていきたいと思います。胸を開きました。次は腕を外していきますが、赤ちゃんの腕を引っ張ると赤ちゃんの肩が脱臼しやすいので、赤ちゃんのお手手ではなくお洋服を引っ張りながら脱がしてあげてください。次はこのままおむつを外します。おむつが汚れていたらいつも通りきれいにしてあげてもらってからおむつを外してあげてください。次に赤ちゃんのお洋服を外していきます。赤ちゃんの頭と首の後ろをしっかりと支えていただいて、お洋服は丸めながら外していきましょう。お尻をしっかり支えていただいて、下からお洋服を外していきます。